よいしょ。お祝い、福岡県豪遊連盟会長吉田邦夫様、この度は明石元次郎氏の顕彰旗除幕式を心よりお祝い申し上げます。明石元次郎大将は福岡に生を受け、逆境を跳ね返し、頭脳明晰、豪放雷楽、仁徳にも恵まれ、日露戦争では卓越した働きをされ、日本の勝利に大きな貢献をされました。そしてまた台湾総督時代には、今日に至るまで台湾の人々に感謝される大事業を成し、56歳の若さで亡くなられたと伺いました。それはあたかも命を削るがごとくの働きだったのではと感じずにはいられません。その明石大将のご功績が日本においてはあまり知られることなく、一方台湾では没後100年を経ても日台友好の原点を作られた方として尊敬されていらっしゃる、その明石元次郎氏のご功績を日本でも忘れてはいけない、時代に残したいという強い気持ちを原動力に、本日の顕彰碑除幕式の日を迎えられました。改めて福岡県豪遊連盟様をはじめとする関係各位の皆様に敬意を表します。最後になりますが、ご参集の皆様、関係各位の皆様の今後ますますのご活躍、ご健勝を願って心よりのお祝いの言葉とさせていただきます。令和4年4月23日衆議院議員安倍晋三、ありがとうございました。